どうもレゴラジです。本日は2023年12月26日そうです、例のあれの発売日となっておりますね。早速行ってきたんで、まあ、買ってきたものをね紹介していきたいと思います。もちろん今日は爆買いする気満々で、今月先月先々月とねレゴ全然買ってなかったんで、今日はねもう欲しいもの全部買ってこようかなと思います。ということで、もしよろしければね、先に言うよ、チャンネル登録、動画への高評価バシッとよろしくお願いいたします。他にもね過去動画いろいろいっぱいレゴの動画出しております。ぜひ他の動画も見てやってください。よろしくお願いします。はい、ということで改めましてどうもレゴラジです。帰ってまいりました。撮影しようと思っておいたんですけど、相変わらずの袋のデカさで、画面に映りきりませんね。まあ縮小すれば入るんだけど、まあとりあえずこんな形で開けていきましょうか。で、結論から言いまして4万5000円買ってきました。まあ買うものはね、これまでのレゴラジ動画の中でも言ってたからね、まあ分かってるかもしれないですけど、これが、レゴの2024年の福袋、ハッピーバッグ、アダルトというセットだね。5種類売ってたんだけど、まあ、今回はこれだけにしました。ヒーローセット大小と仲良しセット大小だったかな。まあそれは忍者ゴーとかさ、レゴシティとかレゴフレンズ、ディズニーとかそんな感じだと思います。開かないじゃんこれ。どうやって開けようこれ。破いちゃうかこれね。破いちゃうよ俺これ。これ破いちゃうね。あ、映ってもいないね。あら、あら、あら。はいはいはい。はい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 。こんな感じね。こんな感じね。あ、ちなみに4万5000円買ってきたんですけど、これ1万5000円です。なのでまだまだあります。まずは、これ。嘘。アダルトセット。まあ、メカスーツのサノスですね。いい解説も入れときますね。サノスのメカスーツは2080円ですね。公式オンラインショップでも普通に買えます。113ピース。はい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 。まあ、このシリーズはいろいろ出てるんだけどね。で、アマゾン見てみると1760円になっております。まあ、2000円、1800円ぐらいのセットかな。他のもね、こうやってチェックして、得したのかどうかちゃんと確認していきましょうね。まあ、これは、なんだろうね。袋のスペースが余ったから突っ込んだのかな。はい。はい、そして。これなんだっけ、まあ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。あ、これが入ってんね。グルートが入ったんね。グルートがね。まあ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 、持ってないからまあいいかな。こちらのセットはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの秘密基地というセット。まあ、さっきも言ったけどミニフィグ2体でグルートが入ってんだよね。これはね、なんだろう。レゴ公式オンラインショップでは廃盤になってるね。もう、ないのかな。でもね、まだアマゾンでは普通に買うことができて、まあ、1209円。まあ、そのぐらいだよね。ミニセットだからね。何ピースだ ?67 ピース。まあ、こんな感じだよね。で、こっからが本番かな。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。自分じゃ絶対買わないセットね。こういうのがいいんですよ。これまで買って安くなったものよりは、こういうね、自分じゃ買わないやつがいいんだよね。レゴアイコンズの、ボタニカルコレクションシリーズの、なんだっけこれ、なんて言うんだっけ、ドライフラワーかな。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。812ピース。はい、こっちはドライフラワーというセット。まあ、レゴアイコンズボタニカルコレクションのお花シリーズだね。かわいいよね、これね、やっぱね。812ピースで、公式オンラインショップは7480円か。今のところここまでで1万円ぐらいかな、普通に買うとね。で、アマゾンだと5973円で買えるみたいだね。まあ、そうだよね。これも結構安くなったり してるよね。だから入ってきたのかな。まあ、悪くはないよね。持ってないからね。で、あ、もう最後ですね。これですね。映んないんだって、だから。これ最後かな?これ最後だね。ピックアップトラックかな?1677ピース。そして、ピックアップトラック。これもアイコンズのシリーズ。1677ピースで、まあ、こんな感じの可愛いね、トラック作れるんだよね。ほんといいセットなんだよね。これも持ってなかったので、いい感じ。で、製造終了なので、値段は書いてないね。
で、Amazon は1万5000円で、売ってますね。まあ、これも廃盤だからね。まあ、これが終わりかな。このセールで終わりかな。福袋いっぱい売ってたからね。まあ、これだけで、まあ、一応元は取れたといった感じだけど、1万円以下でもセールで売ってた気するからね。まあ、ぶっちゃけさ、ブラックフライデーとか、あの、クリスマスのセールが安すぎたから、パンチ力に欠けるよね。ということで、まあ、1万5千円プラスの1万2万5千円。まあ、2万5千円ぐらいの、一応ね、定価で言うと2万5千円。ということで、今回の、福袋、こんな感じ。まあ、トイザラスよりはいいのかな。わからんけど。ね。これ、入りきんないね、画面にね。縮小できないね。まあ、こんな感じとなっております。まあ、微妙と思う方もいるかもしれないですけどね。まあ、一つも自分で買わなかったものが福袋に入ってたので、まあ、これは、俺は、レゴラジ的にはね、大当たりの福袋だったかなと思います。で、じゃあもう一個の方行きましょうか。そっちの方がすごいんだわ。続きましてはこちら。まあ、レゴストアの普通の袋だね。これもね、ちょっと袋がでかい、一番でかいの買ってきたから、入りきんないですけど、まあ、これだよね。これ。これね、2024年の辰年のレゴ。これがもらえてるんです。これ1万2000円以上買うともらえます。で、ハッピーバッグは対象外なので、他のものを買わないとこれもらえないね。これもね、去年あたりから、一昨年ぐらいからかな。前もってもらえるようになったね。で、ですね。ま、2個もらって。お店によってはね、2個くれないとことかあるんでね、気をつけましょうね。で、あとはもう、言ってた通り。はい。はい、マイクラ。はい。マイクラ。そして、はい。マイクラ。はい。で、いよいよ、はい、マイクラ。桜だね。そんで、これも買ったんだよね。はい、マイクラ。で、あ、そう。忘れちゃいけない、これも買ったんだよ。はい、マイクラ。カエルのセットだね。ということで、この6種類。なんだっけ、あれ。マイクラダンジョンズじゃなくて、レジェンズか。レジェンズのセットは買わなかった。もういいやと思って、あれ、なんか違うんだもん。あれ、マイクラじゃねえよと俺は思いながら。いやー、全種類変えたかな。全種類変えたね。一応ね、レジェンズ以外は全種類買ってきました。で、久しぶりのガストね。まあ、こんな感じ。乗っかれ。うまく乗っかれ。乗っかれ。よし。映んないにちょっと下げようかな。こんな感じね。と、あとこれね。これを2個。もういいでしょ？いいでしょ？ね。これはね、ちなみに1月1日発売なんだけど、まあ、毎年フラゲできる。で、他にもね、売ってたのがね、レゴマリオとか忍者ゴーとかも1月1日の商品は発売されてて、フレンズもかな？発売されてた。で、クリエイターシリーズはまだなくて、スターウォーズはやっぱり1日から発売ということでした。ちょっと全部並べてみようか。並びきるかな？無理っぽいね。無理っぽいか。無理か。いやー、やっと久しぶりにいっぱい買えたよ。超嬉しい。俺ずっと我慢してたじゃん、レゴ買うの。ずーっと我慢してたから。ほんと嬉しいんだわ。もうこうするしかないやろ。全部は並ばないよ、これ。全部は並ばない。あ、こんな感じになります。いやー、皆さん、どうです？まあ、これはね、一個ずつ組み立てて、組み立てレビュー動画出していくのでね、皆様はぜひね、チャンネル登録してね、お待ちくださいね。で、もしね、一番最初にやってほしいものあったらね、あの、マイクラから組み立てていきます。まあ、一番は、これ年越しでライブでやろうかな、カエルとかね。でっかいのはね。で、久しぶりのガストとかね。で、この辺について、細かい詳細についてはね、動画出してますんで、そっちで確認してもらって、まあ、組み立てた後の製品レビューはね、動画で別々に出していきます。なので、ご期待ください。いやー、疲れた。いや、もう年末忙しいからやることいっぱいあるからさ、ちょっと、
動画はサクッと終わらしてね、次にやっていきたいことあるんでね、やっていこうかと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。ゴーツラジ。